イエメンユダヤ人はイエメンに住む、あるいは比較的最近までイエメンに住んでいたユダヤ人、またはその子孫を指す言葉。1949年6月から1950年9月にイスラエルによって秘密裏に実施された魔法の絨毯作戦で事実上、ほとんどのイエメンのユダヤ人は国を離れ、現在はイスラエルに住んでいる。イエメンユダヤ人は独特のユダヤ教の教えを 伝統的に保持しており、アシュケナジムやセファルディムからは明確に区別される。イエメンユダヤ人がミズラヒムに含まれるかどうかは議論の余地のあるところで多くの他のミズラヒムの集団がおなりこなり、セファルディムのユダヤ教に同化しているからである。ソロモンの時代にアラビア半島の先端に移住したユダヤ人がいたとされる。ソロモンはエルサレム神殿混流のために内装に使う金銀を 探しに、イエメンに、ユダヤ人の商船を派遣したとも伝えられる。あるいは、シバの女王の求めに応じて、ユダヤ人の職人がイエメンに赴いた、とも言う。ベタイスラエルも、同じような伝説を持ち、シバの女王とソロモンの結婚というストーリーに、自らの起源を求めている。当時、シバ王国は、エチオピアとイエメンにまたがる王国であった。イエメンユダヤ人は、 第一神殿の失われる42年前に彼らの祖先がイエメンに移住したという伝説を持っている。エレミアの下で7万5千人のユダヤ人がイエメンに向かったという。イエメン南部、シャブワ県のイエメンユダヤ人は彼らが第二神殿が失われる前に移住したユダヤ人の子孫であると伝承している。彼らはヘロデ大王が派遣した軍の兵士だったのかもしれないと、 推定される。エズラがユダヤ人にエルサレムに帰還するよう命じたときに、それに従わなかった者たちだった、という伝承もある。怒ったエズラは彼らを罰した。あまりの請求な報復のために、エズラは嫌われ、イスラエルの地に彼の墓を作ることは許されなかった、とも言う。イエメンユダヤ人の間では、エズラという名前だけは子供につける親は全くいない、という。エズラは、 イエメンのユダヤ人が常に上苦しむように呪った、と彼らの伝承にはある。ユダヤ人のイエメンへの大規模な移住は2世紀に始まったと考えられている。現在ユダヤ教の礼拝で聖書を、シナゴグで、ヘブライ語で読むときに、段落、または文章ごとに、アラム語のタルグムで解釈するのは、イエメンユダヤ人とクルディスタンユダヤ人だけである。ありがとうございます。